エレファント島は南極海のサウスシェトランド諸島にある氷に覆われた山がちな島。サウスシェトランド諸島の中でも南極大陸から離れた場所に位置しており、イギリス領サウスジョージアサウスサンドウィッチ諸島から西南西に 1290km、フォークランド諸島から南に 940km、チリのホーン岬から南東に 890km の場所にある。 アルゼンチン、チリ、イギリスがそれぞれ領有権を主張している。エレファント島は、ほぼ東西方向に広がった形をしており、島の最高地点は、標高853メートルのパルドリッチである。その他、特に名前のついた島の主要地点として、イエルチョ岬、バレンタイン岬、ルックアウト岬があり、それぞれ島の北西端、東端、南端にある。島には、 特徴的な植物症や固有の動物症は存在していないが、海岸では移動性の人通ペンギンなどを見ることができるほか、ヒゲペンギンが繁殖期に巣を作る。一方、科学的活動や漁業、捕鯨といった活動が行われるこの海域にありながら、島には安全な停泊地がなかったため人間が定住することはなかった。エレファント島という名前は、 象の頭のような外観と、この島を最初に発見したケースの一つである1821年の、ジョージ・パウエルが、象アザラシを目撃したことに由来しているとされている。島の天候は、霧が深く、雪が多い。さらに、風が最高で、時速160キロメートルにも達する極寒の島で、ある。ジェームズ・ケアード号に乗ってエレファント島から船出する。 シャクルトンたちエレファント島はウェッデル海でエンデュアランス号を失ったアーネスト・シャクルトンが28人の帝国南極王断探検隊が過酷な生還劇を成し遂げた部隊としても名高い。1916年4月、船を失い救命艇でエレファント島にたどり着いた隊員たちであったが、島の付近を通りかかる船に救助してもらう可能性は低いことが分かったため、シャクルトンは 捕鯨基地のあるサウスジョージア島を目指すことを決断した。この航海史の中でも最も驚くべき異行の一つに数えられる船旅でシャクルトンは救命艇のような小さなジェームズ・ケアード号に他の5人と乗船し800マイルにも及ぶ航海を観光した。1916年4月24日のイースターマンデーにエレファント島を立ったシャクルトンたちは およそ2週間後にサウスジョージア島に到達した。この間、副隊長のフランク・ワイルドは残った他の21人と共に4ヶ月間にわたって島に泊まり、シャクルトンたちの救援を待った。電気の中でワイルドは我々は心からのエールを彼らに送るとともに、遥か彼方にボートが小さく小さくなっていくのを見つめていた。 隊員たち中に涙を浮かべる者がいたのを見て、すぐさま彼らを仕事に取り掛からせたと振り返っている。事実、エレファント島に残った隊員たちにはしなくてはならないことが多かった。島には天然のシェルターのようなものがなかったため、隊員たちは二つの救命ボートとテントの布を使って、風よけと小屋を作った。動物の肉の油はランプの明かりに使われた。 隊員たちはペンギンやアザラシたちを探して狩りをしたが、どちらも秋や冬には数が少なかった。隊員たちの多くはすでに病気や頭症を抱えていたが、それに加えて上の危険も迫りつつあった。シャクルトンたちが島を去ってから4ヶ月半後、隊員の一人が船を発見した。1916年8月30日のことであった。 このシャクルトンが手配しるイスパルドが船長として、プンターレーナスからやってきた、イエルチョ号によって、隊員たち全員が生きて帰ることができた。エンデュランス、シャクルトン、エスレジェンダリーアンタークティックエクスペディション。ありがとうございます。